天才軍師。千葉県に初上陸しました。では登場していただきましょう。太陽の天才児、100年に一人の逸材、ひかさーよーこー。皆さんこんにちは。細井庵は私の旦那ではありません。ひかさようこです。よろしくお願いします。ひかささんのような女性になりたいのですが、どうすればいいでしょうか。好きな人を含めた大人数での食事会などでどこに座りますか。どれぐらいのテーブルかによりますよね。具体的に考えましょう。具体的にホワイトボード使おう。結婚おすすめメールを送らせていただきました。お願いします。やはり一番のおすすめポイントは、はい、安心感だと思います。まあ安心感ってのは事実あるの。それはそういう安心感というよりは、うん、なんだろう、帰る場所があるなみたいな。俺にだってあるよ。俺にだってあるよ。片思い好きなんだけど、好きまだ好き、その人と付き合うまでの期間を今告白してくださった方とお埋めになっていらっしゃる。お埋めになっていらっしゃる。皆さんがメイクアップをして、なんで半笑いなんだよ。綺麗な格好をして、我々に、我々天才軍師に会いに来てくださって誠にありがとうございます。